開通前の急度混雑状況開通後の状況。大湯道路は、秋田県湯沢市の国道398号のバイパス道路である。大湯道路は、栗駒山安川温泉、小安郷、小安郷温泉や大湯温泉などの観光地を結ぶ観光アクセス道路であるが、道幅が狭く、急勾配、急カーブが連続する険しい道路であり、紅葉などの行楽シーズンは常に渋滞が、 発生していた。このため、安全で円滑な交通の確保や、周辺観光地へのアクセス向上などを目指し、1989年にバイパス事業に着手、2008年10月10日に総工費127億円をかけて全線開通した。景色が良い道路であり、開通後は多数の行楽客で賑わっている。なお、秋田県有数の豪雪地帯であるため、 当期間は、大湯ゲートから、宮城県方面は当期閉鎖となる。栗駒大湯トンネル橋の名前は、大湯道路周辺に生えている木の名前を引用。トンネル名は、一般公募により決定された。ABC、公共事業終了箇所評価調書。秋田県建設交通部道路課。2014年6月12日閲覧。広報、第2019号。 国時代421号、秋田県、2014年6月12日閲覧、ありがとうございます。